皆さんこんにちは、ケイパパと申します。今日は碓氷峠の築堤付近に来ています。今日の日付は1996年5月18日です。今日はここ碓氷峠の築堤付近で撮影をするためやってまいりましたが、かなり霧が深かったため発想を変えて望遠レンズでの撮影はやめて、広角レンズで霧と碓氷峠の風景を背景にして撮影しようと思います。特に今日は峠を降りてくる上りの EF63 臨時40連炭鉱機関車列車が運転されますので、霧の碓氷峠を背景に築堤の上を走行する迫力ある40連炭機を撮影しようと思います。早速下りの定期浅間3号が通過する時刻です。下り線第1トンネル付近で撮影しました。続きまして貴重な489系長野車が唯一明るい時間帯に碓氷峠を通過する定期列車浅間8号の通過です。続きまして午前中の一番の注目の列車、ボンネット型489系下り特急白山号の通過です。いよいよ今日のメインターゲット、上りの臨時40連炭機が通過する時刻です。 EF63 40連の霧の中の通過シーンをぜひご覧ください。
続きまして上りの特急浅間2号の川中島駅通過から篠内駅到着までの左側車窓風景をご紹介します。1995年10月の映像です。今日は霧の中を通過する EF63 40連炭鉱機関車を見られて大変感慨深いものがありました。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。